散歩してる人いる？じゃあ今日もスタートです。さて、最終日、はい、張り切っていきましょう。はい、終わりましたね。終わってしまった。終わりましたね。最終日の朝っていう気持ちになってきました。昨日までは、今年は短かったな。寂しいな。また一年頑張るしかないですよ。来年も来るんですかって。最初の一箇所はもう誰かさんが壊した。ずいぶん前に壊した。昨日は私が一箇所壊して。取りって。チャックの持ち手引っ張るところが折れちゃったね。年代物ですから。年代物ですよ。15年ぐらいですから。片付け終わりましたので出発します。今日はですね。オートキャンプ場にいます。ここが良かったです、はい、でここからシューッと走って、初日食べれなかったラッキーピエロを今日は平日なんで食べましょう。でもうフェリー乗り場に行って終わりです、はい、最終日終わってみるとあっという間ですね。3日前に考えたにしては上出来だったと思います。多分今回は北海道で1000キロ走ってないんで、まあそれが普通なのかもしれませんけど、4泊5日で1000キロぐらいなんで、だいぶ体的にも楽で、はい、ややちょっと風邪気味ですけど。はい、じゃあ出発しましょう。はい、8時半です。はい、まあ、ここはまた来ることがあるでしょう。よかったね、なんだか綺麗だったし、温泉近いし、平らだし、平らだし、電源サイトもあるし、そうそう、そうだね、ワンマンサイトだったから、ワンマンサイト、人いないのにワンマンサイト予約してたっていうオチがありました。サラブレッドですかね。サラブレッドじゃん。船越牧場、ツヤツヤですよ、ね、なかなかこんなに見れないですからね。放牧してる。本当だ、見たかどうかわからん。見たかどうですね。沼の旗東インターの
あるっていうのはさ、見た目の距離以上にこうあるんだよ。あるんだろうね。だいぶさ、そんなあるようには感じないけども、白老からホロホロ山です。東京で買ったら700円ぐらいします。一本買ってきましょう。帰ってから食べるよ。お、リンゴ。リンゴパンドケーキ。どら焼きあるね。それ買ってみようかな。2個か。2個。若菜、さっき買いましたね。これも買ったんじゃない。あ、これだ、これでセットで買ったんだ。セイコーマートで買ったんだ。もうカニせんべいって初めて。エビじゃない。アスパラは立派だよ。美味しいもんな。びっくりするくらい。びっくりするぐらい美味しい。この棚の目は立派だね。750円。安っ。でも量が多いんですよ。半分だったら買う。フリルレタスだった。これ買ってみようか。まあ冷蔵庫あるんで入れて帰れば。生地の半分がジャガイモのパンだって。すごいね。サラダにして食べてみてもいいかもしれない。ちょっとタラの芽買いたかったけど、あの量はちょっと食い切れないな。はい、こちら東洋湖、富士山が見えました。もう嘘つき。富士山に見えるんだ。綺麗だよね。カメラに映ってないかもしれないけど、形は綺麗なんですよ。東洋湖、久しぶりですね。東洋湖、こちら東洋湖です。どうですか、洞爺湖。初めて来ましたね。水がいっぱいだ。水がいっぱい。青いですよ、洞爺湖も。いいですね。穏やかです。富士山、北海道の富士山。北海道富士。北海富士。そう、北富士。そう。いや、富士の名前みたいな。7と230の16線。
カレーライスありますよ。カレーライス。ハンバーグステーキもありますね。あ、またオムライスがありますよ。オムライス食べたらいいんじゃないの。オムライス食べなよ。およそ並び具合は。そうですかね。その先並んでません。大丈夫です。大丈夫か。大丈夫です。ソースついてますよ。人のこと言えないんです。満足ですか。美味しいですか。大きい。大きい。一個が大きい。総本店でしょ。空いてましたね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。帰りましょう。お土産買ってお土産買ってねいやラッキーピエロポーチですか。ラッキーピエロポーチ、いや終わりましたね。これで全て完了しました。はい、あとは函館まで行ってフェリーの時間まで昼寝すると。はい、全工程完了です。やりきりました。満喫。ハンバーグがでかいな。ヘイラッキーだから。ヘイラッキー、ヘイラッキー、美味しかった。太っちょバーガーゴールデンウィークは全部ないんだね、多分。うん、そんな感じでした、ね、お休み中の限定で絞ってるんだね、メニュー数を。でもよかったね、食べられて。部屋ごとすぐ食べれたんで帰ってきましたよ。無事に春から来たぜ、函館。5時、うん、5時に到達しましたと。案内を終了します。そこまでの所要時間は34分です。運転お疲れ様でした。受付終わって20時半、予約してましたけど6時乗れるそうなんで6時に乗ると思います。はい、よかった。早く来た時はね、これができるから聞いてみるもんですよ。乗り込み前になぜか窓を拭いている人がいます。気になったのかしら。今乗船スタートします。西見が眩しいですね。確かに挑戦も。よーし。挑戦も。挑戦も。休みが終わったって感じですね。
から700キロ走るんで、ようこそ青森。まだナビ上函館だ。ナビ上函館。お疲れ様でした。またねー。